には全部できるんだろうけどね。ただタイミングは変わる。当然相手のフレーム消費のやり方を変えるとね、変えられると変わる。そうだね、雨量戦の時はなんかガードをできすぎてたよね。あれお願いでガードしてる局面はないんだけど、お早い、ありがたいな。そう、お願いではガードしてないんだけど、まあガードできすぎたなって。やっぱやり込みの賜物だったな、あれは。剛健じゃいい。剛健は呼んでなかったけど、まあとりあえず1試合でいいかな、剛健の人は。さらっとはまた後でだね。波動コマンド入れてガード？ファジーよ。そんなの意味ないんじゃないですか。おお。でガードするってさ、別にガードをガードできるわけじゃないでしょ。セビ解放でフィニッシュがおしゃれだったか。なんか画面おかしい人更新してくださいね。すいません、この方一試合でちょっと安定感なかったな今のな。いやそうだね、ユンは無敵技が乏しいキャラに対しての攻めが相当いいよね。コミケにクラウドの格好、クラウドネタとかあれマジ誰が言い始めたんだろうな。もうあれのせいで俺は髪を伸ばせなくなってしまったよ。ユンでこれは覚えておいた方がいいセットプレー。セットプレーそんなねえんじゃねえかな、あんのかな。まあ雷撃のやっぱ踏み方大事だから、ユン使うんだったらそこは一番大事だよね。使わないかな。ユンはね、ゲン、イブキ、ダルシム、この3キャラだね。もんちゃん明日俺運量試してきていい？それ何をやるの運量って。キャミーはね使えるよ普通には。あんまり使いたくないキャラだけど、合計合わせて3キャラ、そうだね、理想は3キャラかな。ただまあ使いこなせるっていう、使いこなせるかっていうのがねちょっと難しいところなのではと。
ダッドリーには何でいけばいいんだろうな。でもまあ実際サガットでもいいかなと思ってるよね。本当に絶対無理っすってなった人はいないから、ダッドリーは使う気なんねえだろう。あれエロンゴーキキャミーの3キャラ、そうすればまあどこでもそれで良さそうだよね。これはちょっと原募集来ないっぽいね。ヤン使う。あ、確かに久々にヤン使ってみてもいいかもね。募集コメント見てない人もいるだろうからね。俺ももともとは見てなかったから。これは風の子がやってるやつ。面白いコメント発見。ここまでは OK じゃん。これはどうする？それは、ボタンが違うって。ついた。ユンはそう。一部のキャラに対しての有利の取り方がかなりね、いいキャラだから。いや、すいません。ちょっとあと2、3分待ってダメだったら変えるわ、部屋。攻めるキャラ使ってほしくない。気持ちはわかる。気持ちはわかる。で、まあそのやっぱ相手の攻めを裁く俺みたいなイメージはあると思うけど。ゲンの方ですかね。お、ありがたい。絶唱にウルコンに、狙ってればいけるだろうね。下連打してればいいだろうから。初見です。ぬるぬるの赤い人、おお。この方はなかなか数やってもらえそうな。すげえコスだなこれ。コスっていうか色？前回の配信で中足が結構強いっていうことが判明したはずなので、おお、漏れた漏れた。毒持ってそう。確かに暗殺っぽくないね、このゲーム。この逃げかなり強いよな。今のは無理だ。
遅い。うわ、危ね。あー、この円柱形は先週ダメと、ダメと勉強したはずなんだけど、でもあれ打ちたくなっちゃうよな。怖い怖い怖い。収まんね。あれは、まあしゃあないんだな。なんだろう、ゲーム賞のことなのかな、ちょっと分かんないな、まだ。ピアノ押しでタタってなってんのかな、どの音だろう、こういうやつ、こういうのは全部ピアノ押しの音だな。こっちは辻、絶対差が分かんないよね。ゲーム賞のことか。ゲーム賞は出るのかな。おお、つえ、それ。は見てる人もつまんないミスです。今のはまあ許される。これいや強いし、これ中足と超相性よくね。中継でいいのかな、許してくんねえのかな。ことはもう一生踏んでればいいってことなんだよ、多系にはやっぱテンションが通りやすいからね。ああ、くそ。うこれで安全にゲージ貯められるのもやべえよな。結構まあ鉄山に対してセビ捨てで大体どのキャラ、どのキャラも攪拌で取れるけど、まあでも難しいよね、やっぱよっぽど優先詰めてないとそこら辺はでやりづらいかな。いい技、こっちもまさか届かねえね、ところの背び強すぎじゃねえ、あれ。あー、これスカレーを攻めて、危ない。もう何
かで触られた時に声出ちゃうね、もうこの状況は。これは隠るのか。バクステこすり多いね。あそこどうリスク持たせればいいんだ。うわぁ、勇気出してきやがった。あぁ、甘えた。今飛びは絶対来ねえと思って下しか見てなかったんだよ。したらミスっちゃった。 EX 天心忘れてはないんだけどね。まあそこはちょっとさじ加減が分かってない感じだな。コパンに絶唱仕込んでるよ毎回。 EX 絶唱の後とかのコパンも全部仕込んでるけど、ちょっと攻めあぐねちゃったな。対空されたからって何も恐れることはない、多分このキャラは。落とされたらはいそうですかで、済ませればいいだけど。うわー、このステージ見づれ。うん、おしゃれすぎでしょ今。おや、さっき中大やったんだよ。ああ、もうなえるわ今の。おお、地上だった。スパコン対空されてもいいんだろうな、この状況な。そう、あの空対空だけ食らいたくねえな。おお、ごめんなさい、許された。気まずすぎだろこの状況。出ない。マジ無理なんですけどこれ。おお、めくったのに、めくったのにガードされたろ今。ああ前に入れたのに。まあ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 いいでしょう。きたー、これはさすがに残る。あれーなんだろう、100連光だっけ、100連光みたいなのに今攪拌取れてたけど、何なんだろう、条件がちょっと分かんないな。距離なのかね、今のは削れるっしょ。
確かにカブ生としてね練習しててこんな感じだと結構怪しく見えちゃうよね。すいません、すいません、延長忘れてた。失礼しました。生主 PP500 でございます。本当ごめんなさい。配信の再開をしようと思ってたんだけど、その間この人にずっと待ってもらっちゃった。いい人でした。うん、これ。わ、早っ。これは、これは、飛びは食らってもいいかと。当たり方なんだ。慎重にやらんとな。うん、こいこいこい。延長はしっかり今回はしておきました。あ、セビか、セビワクステでねスパコン漏らせるのはかなりあるだろうね。みんなごめーんってさ、たぶんミキさんのやつでしょ、見たもん俺。見てますもん。だってあのトン劇だっけ。いやもう黒人さんが面白すぎて嫉妬だよね、あの面白さレベル。弱っぽいな、さっきのね、誰か教えてくれてたけど。そうそう、弱なんて使わないんだろうけど、強を出そうとしてミスっちゃったみたいなさ、そういうのあるんじゃない、ゲンガーも。やばい、対空を覚えたらしい。まあ、あれで釣れそうだけど、あれ繋がるはずなんだけどな。釣れた、怖い。これは怖い。そうだよね、弦は上しか見てないんだろうけど、落とす技がねそこまで強いわけじゃないから、空対空のなんか二段蹴り、あれで垂直かれる距離だったら落としやすいんだろうけどさ、ミスってもそんなリスクないし。牽制先端だったら後半スカル。うん、そうだね、上海の試合を見てた時落とされてたけど。数の子桃地いい試合だろうね。桃地くん何でやるんだろう、剣なのかな。まあどうなんだ、やっぱり有利なのは数の子なのかなって感じはしちゃうけどな。ただまあ桃地くんもね優先うまいだろうから、
いい試合にはなりそうなもんだけど、確定じゃんね。あれ何、中間2勝とかにした方がいいのか。あーもうこれコパン挟んじゃうわ。中間第2勝決めました。バックステ刈らせろよ。やばいやばい、おいおい、スカッターと中出し当たんねえとかあんのかよ。あれだったけどね。さすがにこの状況を攻めなきゃいけないだろう。あーやりすぎた。いつも、おお出ない出ない出ない。これはもう使います。ウルコンが出ないのは珍しそうだな。そうだね、コーディーだったら厳しいだろうね。キャラ的にはでも剣もどうなんだろうね。そんなに、まあ、ユンも楽じゃないだろうけどさ。中間になるんだ。おゴンサが見に来た。サガトはちょっと後で使おうかな。コメントが重い。そんなことあるんだ。マルカップ、そうだね、マルカップもやりたいけど、今週はとりあえずスパホだけでいいか。ゴーキもやってますよ。ゴーキちょっとやろうかな。いやでもゲンにはね、やめる、やっぱやめた。ゲンにはもうゴーキは出さないって決めたから俺。おお漏れた。この技しかなくね。うまい。今のはユン使いみたいだった、まあ、サブキャラといえどもああいうところはしっかりやりたいよな。いいめくりだね今のも。完全に体幹だからな。まあでもガードする方は無理ゲーだよねあれは。アルカップのモチベめちゃめちゃ高いよ。かなり試合数やってるもん。やっぱね
あれよね、実感できてるときは本当楽しいよ、上達が。ゲームは本当どのゲームもそうだと思うな。目黒はまだ行ったことないですね。ちょっと来週行ってみようかなみたいな、ちょっと数の子に話を聞きながら考えております。おお、迷った今。ああ出ない。そうだよね、垂直見てるよね。おお、なんかすごい技来た。あ、甘えん坊です。ターゲットか。一回もまだちょっとセービングに、バクステ一回お仕置きできたくらいだもんな。ターゲット、セビにはターゲット意識してこう。おお、円柱パンデロックス。うんうん、実際コブクマサネって超弱いよね。相手の防御欲しくてんならまだしも。許して許して。うわ、危ねえ、ついた。カズノコと初め、カズノコ、あー、はい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 、はい、そんな出来事があったらしいね。目黒行ったらみたいな話でしょ。おいしい。よし、マジで。OK。もう何もしなくていいですよ。ユンといえど。あ、怖い。中継はちょっと怖いな、でも。中間とちょっと相性悪いからな。何やんのこれ。これ踏み、あー、危なすぎる。これ危ないよね。さすがに残るか。踏みに行っていいよなこれ。行こう行こう。あ、ちょちょちょ、今削りたかったって、こういうので。今円柱パンから EX ゼッションをやってなんかで削れそうだよな。じゃあこの人あと1試合やってもらって、結構やってもらったんですけど、次で終わりにしましょう。ゲームは地上戦は最強クラスでしょ。てか中盤がマジで判定強いから、それはゲーム使いも分かってるんじゃないかな。立ち回りで雷撃で触ってからグラ潰し気味のめくり雷撃。あ、でもしゃがんでないとめくり雷撃にならないでしょ。めくり雷撃にはなるかもしれないけど、コンボがつながんないよね、その雷撃は。
ボタン2択なのいいよね。そう、弦の素振りは一番長いらしい。俺も正確に測ったことないけど、確かに一番長いんじゃないのかなって思っちゃうくらい長いね。あー、前飛びにしてしまった。なんであれ繋がんねえの。お、RF、RF がアリカップやりたい。本当に。さすがにでも、あれなんだよ。そんなやってもらえる感じなのかな。最近全く話さねえな、RF と。機会がないね、喋る機会が。これはめくれる。よし。あ、配信やってるんだ。それはちょっと残念な。